アーリアン学説、アーリア人種論は、インドヨーロッパ語族の諸言語を使うすべての民族を、共通の祖先アーリア人から発生したものとする学説。この場合、アーリア人という名前は拡大解釈される。この拡大解釈された意味でのアーリア人を、アーリア人種と呼ぶことがある。学説としての根拠に乏しく、アーリア神話とも呼ばれる。アーリアン学説は、 インド滞在中のイギリスの法学者、言語学者、ウィリアム・ジョーンズの諸言語の比較研究を端緒とする。彼は1786年にイギリス植民地下のインドのカルカッタに高等法院判事として赴任し、サンスクリット語の研究を手掛けた。サンスクリット語の語彙の豊富さや文法構造を称賛し、それがギリシア語やラテン語をはじめとする。 ヨーロッパ諸言語と非常に類似していることを指摘した。ショーンズは、この事実から、それらの言語のほかゴート語、ケルト語、ペルシャ語など、インドやヨーロッパの諸言語がすべて、ある共通の源から派生したという学説を立てた。後に、考古学者のトーマス・ヤングが、同学説を支持し、インドやヨーロッパの諸語は、共通する起源を持つ言語の集合であるとして、インドヨーロッパ語族と名付けた。 この時点では、あくまでこの研究は、言語学の言語類似性の問題で、人種や民族に関連する議論ではなかった。フリードリヒ・マックス・ミューラーこの学説は、多くの学者によって、継承、展開され、比較言語学における、ヨーロッパの諸言語の起源への問いは、徐々にヨーロッパ文明の起源そのものへの問いに、移り変わっていった。ヒンドゥー教の聖典、リグベーダを翻訳した。 ドイツ人のマックス・ミュラーがこの潮流に大きな役割を果たした。ミュラーはインドに侵入したサンスクリット語を話す人々を彼らが自身をアーリアと呼んでいたという理由でアーリア人と呼ぶべきであるとしたインドヨーロッパ諸語の原型となる言葉を話していた住民は共通した民族意識を持ち彼らがインドからヨーロッパにまたがる広い範囲を征服して 自らの言語を広めた結果として、インドヨーロッパ諸語が成立したとする仮説を唱えた。ミュラーは、アーリア人はインドから北西に移住していき、その過程で様々な文明や宗教を生み出したと主張した。19世紀には、アーリア人は、蒸気のような想定された、祖民族という趣向きから進んで、インドヨーロッパ語族を使用する民族と同じ意味に、使われ、ヨーロッパ、ペルシャ、 インドの各民族の共通の人種的、民族的な祖先であると主張された。通常、アーリアン学説と呼ばれるのはこの時代の理論である。ミュラーは晩年、自身の学説が根拠に乏しいことを認めているが、諸文名の祖であるアーリア人という魅力的なイメージは多くの研究者や思想家によって広まっていった。ナチズムを研究する浜崎和都氏は、アーリア人種とは、 もともと言語学の概念であったものを生物学的人種論領域に移し替えて絶造した言葉であると述べている。アルティウルド・ゴビノー宗教学者の大田敏弘は拡大されたアーリアン学説の典型的な例としてフランスの作家アルティウルド・ゴビノーを挙げている。彼はアーリア人種の優越性を説いた人種論の祖として知られる。人種不平等論で人類を黒色人種。 黄色人種、白色人種に大きく分け、黒色人種は知能が低く動物的で、黄色人種は無感動で合理的、白色人種は高い知性と名誉心を持ち、アーリア人は白色人種の代表的存在で、主要な文明は全て彼らが作ったと主張した。この理論はイギリスとドイツで特に盛んに主張されたが、その背景は大きく異なっている。イギリスの場合は、 インドの植民地支配において、イギリス人によるインド人支配を正当化するために利用された。インドがイスラム教徒により支配される前は、ヒンドゥー教徒が支配しており、ヒンドゥー教徒の支配階級は、アーリア人、またはアーリア人との根血を起源としていたためで、イギリス人は支配階級のヒンドゥー教徒とイギリス人が同じ民族であると主張することで、 自己を支配者として正当化しようとしたのである。ドイツでは、作曲家ワーグナーなどが、アーリアン学説を肯定した上で、ドイツ人が最も純粋な、アーリア人の血を引く民族であると主張することで、近代になって形成されたに過ぎない、自民族の権威づけに用いた。コビノのアーリア人種史上主義は、ヒューストン・スチュアート・チェンバレンの19世紀の基礎に継承され、そこでは、 理論はさらに先鋭化され、アーリア人種の中でもゲルマン人こそ最も優秀な民族であると主張された。19世紀の基礎はドイツでベストセラーになり、彼の理論は後にナチズムのイデオロギーを支える重要な柱となった。20世紀初頭のドイツ人はアーリア人種という神話を民衆思想の一部となったと言われるほど広く受け入れ、金髪、高貴で勇敢、勤勉で、 誠実、健康で強人というアーリア人種のイメージは彼らの理想像となり、アーリア人種論はヒトラーの思想形成にも影響を及ぼした。ドイツ民族こそがアーリア人種の理想を体現する民族であり、ドイツ的な精神がアーリア人種の証とみなされた。アーリア人種はドイツ民族と同義語になり、人種主義はドイツナショナリズムを統合するものになっていた。 ブラバツキー、1889年また、ミュラーの理論をはじめとするアーリアン学説に大きな影響を受けた神秘思想家のヘレナ・ピー・ブラバツキーは、自身が創始した近代神知学において、アーリアン学説を宇宙的進化論を描く壮大な世界観に取り入れ、現代の人類は、大西洋にあったアトランティス大陸の第四根源人種から進化した第五根幹人種という段階にあり、 その人種はアーリア人種であるとした。新地学では、やがてアーリア人を超える新しい人類が誕生するとされており、アーリア人種中心士官や優越論の傾向はあっても、アーリア人種至上主義ではなかったが、オーストリアやドイツで、新地学とアーリア・ゲルマン人種至上主義が広まると、両者が結びついて、アリオゾフィーというアーリア人種至上主義を、 新智学の世界観で再解釈した思想が生まれた。この思想は、グイド・フォン・リストやランツ・フォン・リーベンフェルスらによって提唱され、アーリア人こそが新人であると主張された。アリオゾフィーはもともと、イエルク・ランツ・フォン・リーベンフェルスが1915年に使い始めた造語で、ランツは、自らの教説を、神聖動物学とも、アリオキリスト教とも呼んだ。一方、グイド・フォン・リストは、 自分の競技をアルマニスムスと呼んでいた。アリオゾフィの歴史やナチスにまつわる現代のオカルト神話について研究した非教師家、ニコラス・グドリック・クラークは、アリオゾフィを広くアーリア人史上主義的なオカルト人種論を指す言葉として用い、ランツとリストの両名をアリオゾフィストの括りに入れている。20世紀初頭に始まったアリオゾフィの思想運動は、 ドイツやオーストラリアで徐々に勢力を拡大した。太田はこの思想運動がナチズムの源流の一つを形成することになったと述べている。この運動においてアーリア・ゲルマン人種の純粋性と思考性を追求する結社が広く起こり、同時に列島人種とされる対象がユダヤ人に集約されていき、ユダヤ人による陰謀論が語られるようになっていった。 アリオゾフィの宗教結社としてよく知られるものに、ナチスと直接影響関係にあるトゥーレ教会がある。ヒトラーは、我が闘争で、人種は大まかに三段階に分けられ、最上位が、アーリア人種で、中でも雑誌化していない、純粋民族である、ゲルマン民族が最も上等であるとした。アーリア人種、ゲルマン民族は、唯一文化を創造する能力を持つとし、文化創造者と呼んだ。 ユダヤ人をこの大局にあるとして文化破壊者とした。ヒトラーはゲルマン民族を純粋民族として保ち、存続させるために国家が存在すると考えた。ナチスドイツは数世紀の歴史を持つ反ユダヤ主義が人種主義と結びついた反セム主義をもとに政治的経済的イデオロギーを形成し、アーリア、北方人種に対するユダヤ資本主義の脅威という脅迫観念となった。 ユダヤ人を経済活動から排除する脱ユダヤ化とともに、ユダヤ人資産のドイツ人への異常と、その活用を目指すアーリア化が行われた。ナチス政権下で、ユダヤ人や左翼のジャーナリストは粛清され、さらにジャーナリストを国家資格とし、資格規定でヒアーリア人が排除された。政治学者の石井幹太郎は、ヒトラーが著書、我が闘争で述べた、生存権思想と、 ゲルマン民族を中心とするアーリア人種優越論に基づいて世界大戦とユダヤ人虐殺が遂行されたと述べている。我が闘争で語られたアーリア人種以外の諸民族を奴隷化し、ドイツ人がその上で王公貴族のような生活を送るというヒトラーの夢が叶うことはなかった。ナチスドイツはユダヤ人絶滅のために強制収容所を作ったが、これと対極的に アーリア人造殖のために、レーベンスボルンという収容所を設けた。ここでは、ドイツの未婚女性の出産が奨励、保護され、同時に有料民族の身体的特徴を示す。子供たちが占領地から拉致されて集められ、教育が行われた。また、あまり知られていないが、ハインリヒヒムラーなどのナチスの交換の一部は、アーリア人がアトランティス人の末裔だと本気で信じており、 それを証明するために世界各地で調査を行った。多くのナチス党員はインド人をアーリア人であると考えたため、大勢のインドのヒンドゥー教徒がナチスドイツを支持した。シーク教徒を含む多くのインド人がナチスドイツで軍役に服し、優秀な兵士はナチスドイツ親衛隊の一員として働いた。ドイツと同盟関係にあったハンガリー人と日本人はしばしば 名誉アーリア人と呼ばれた。ちなみに、ナチスの雇用学者であったハンス・ギュンターの北方人種によれば、日本人もアーリア人であり、遥かなる太古においては、ドイツ人と日本人は同族だったとされているが、これは現在、当時の日独同盟政策との整合性を持たせるためのこじつけであると考えられている。トルコナショナリズムの一潮流トラン主義や反トルコ主義を標榜した右翼知識人。 ジェバトルファとアティルハンは、1934年に、ナチスドイツの反ユダヤ主義者、ユリウス・シュトライヒャーに招かれて、ミュンヘンを訪れ、ナチスの人種論や反ユダヤ主義をルフする、プロパガンダ手法などを学んだ。翌年帰国して、イスタンブールで、トルコで初めて自らを明確に、反ユダヤ的と形容した、国民革命を創刊、人種論に基づく、 反トルコ主義を唱えたヒュセエン・ニハル・アトスズのような反トルコ主義知識人たちが寄稿する論壇となった。同時にフランスのコビノーやその思想を受け継いだイギリスのチェンバレンらの論説20世紀初頭のヨーロッパで広まっていた反ユダヤ主義に関する文章や論考が頻繁に掲載され、純潔、純粋な種、純粋トルコ人といった人種概念がトルコに持ち込まれた。 新地学協会の創始者、ヘンリー・スティール・オルコットと共に、スリランカの仏教の復興を図ったアナガーリカ、ダルマパーラは、アーリアン学説を19世紀のスリランカに留布した。現在多くのシンハラ人たちが、自らをスリランカに最初に住み着いた、ライオンの子孫ウィジャや王子の末裔で、仏教を信奉し守る使命を持つ民族であり、アーリア人種であると信じている。 スリランカ研究者の間では、この三つを結びつけて、今日の新原人の民族的アイデンティティを形成したのは、ダルマパーラだとされている。アーリア人種の概念は、長年にわたるスリランカの民族紛争に影響を与えた。しかし、近年になって、言語学をはじめとする、各分野から科学的な反証が行われ、アーリアン学説自体が、その信憑性を大きくないつつある。明確に、 アーリアン学説を疑似科学であると厳しく批判する学者が大勢を占めた今日ではほとんど棄却された仮説と言える。現在、アーリア人はインドに移住してきたインドアーリア人、イランに移住してきたイランアーリア人及びそれらの祖先のみを指す場合が多い。インドイラン語をかつて話していた、また話している、諸民族はしばしばアーリア人と呼ばれる。 言語学、音声学研究者の上山隆は、この呼び名を、陰王人全体の意味で用いるのは誤りであり、民族社会主義者が1930年代と40年代に、ユダヤ人に対して非ユダヤ人を敵対させるために、用いたものであるから、なおのこと利用すべきではないと述べている。どのように、アーリアン学説が作り出され、流星し、ヒトラーのアーリアゲルマン参加になったのか。 またその前史がいかようなものであったのか、全容は長らくつかめないでいた。ユダヤ系ロシア人のレオン・ポリアコフが、1971年に多くのエビデンスを伴う、アーリア神話ヨーロッパにおける人種主義と民族主義の源泉を表し、この問題の研究に大きな方向性を与えた。編集者の松岡聖吾は、この研究は1966年に、 サセックス大学のコロンバスセンターで、ノーマンコーン主導で開始された、なぜ人種主義や民族主義は大量虐殺の歴史を演じてきたかをめぐる、研究の恩恵を多く受けたもので、本書は、その討議と研究成果の最大の結実だったと述べている。ありがとうございます。